稲田堤駅は神奈川県川崎市玉区菅稲田堤一丁目にある東日本旅客鉄道南部線の駅である。駅番号は JN16。南部線における神奈川県内最北の駅であり、横浜市社管内もこの駅までとなる。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、2つのホームは古戦橋で結ばれている。 上りホームの立川駅方の端に改札口がある。上りと駅管理の業務委託駅である。2015年2月8日より、始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。2012年に川崎市より、2014年着工、2017年完成の予定で、 橋上駅化されることが発表された。これにより下りホーム側に南口が開設され、当駅から京王稲田堤駅南口に行く際に、踏切を渡る必要がなくなる。用地取得が難航し、当初計画から遅延している状況であったが、2018年7月31日に JR 東日本と川崎市との間で、橋上化と自由通路設置についての協定が結ばれ、 2024年春の完成を目指して工事が行われる。2020年度の1日平均乗車人員は19,634人で乗り換え路線のない武蔵中原駅や武蔵新城駅より少ない。しかし近年は着実に乗車人員が増加しており、2015年度は2000年度に比べて25.7%増加している。さらに、 2008年度の乗車人員の増加率は、南部線では最高の前年度比5.0%増だった。南部線の駅の中では、第9位となる。乗車人員の増加に伴い、南部線で運行されている南部線山梨方面の臨時列車が停車するようになった。近年の推移は、下記の通り。両駅間の距離が少し離れているため、 南部線の路線図以外では当駅での京王相模原線の乗り換え案内を行っていなかったが2006年12月1日より車内、駅構内ともに放送するようになった。また、この二駅を乗り継ぐ連絡定期券も以前は発売されていなかったが2008年3月15日より発売されることとなった。独例4は観光校の生徒で混雑する注釈主店。 ありがとうございます。